トルコの皆さん、こんにちは。メルハバ、日本国大使館の赤松です。うちの一日は走ることからスタートします。平日には家の周辺を、週末には友人たちと一緒に市内の湖の周辺を走ります。アンカラの美しい朝の空気と青空の下で走るのはとても気持ちが良いです。トルコでは景観の良いコースを走るマラソン大会が1年を通じて各地で開催されており、私はこれまでエスケシヒールやイズミール、クズジャマンハマンなどの大会に参加しました。どの大会もその都市の特性が生かされており、お祭り気分でとっても楽しいです。レースを終えた後の観光やご当地グルメも私の楽しみの一つです。10月13日には第2回アンカラ国際ハーフマラソン大会が開催されます。日本国大使館の有志ランナーチームは昨年に続いて今年も参加する予定です。今年は日トルコ外交関係樹立100周年の記念の T シャツを着て走ります。皆さんにも本大会でお会いできることを楽しみにしています。アンカラ国際ハーフマラソン大会の翌日の10月14日は日本では体育の日という祝日になります。日本ではスポーツの秋という言葉もあります。この秋は皆さんもぜひスポーツを楽しみましょう。